こんにちは。私たちは阿蘇市食生活改善推進協議会なにの支部です。本日の献立はそばがきの野菜あんかけです。どうぞよろしくお願いいたします。今月は、志賀さんと臼井さんに教えていただきます。よろしくお願いします。お願いします、はい、そして器はこちらです。阿蘇市中通りにあります工房ゆうさんに器を提供していただきました。工房ゆうさんのご紹介は番組の最後に載せておりますので、そちらもぜひご覧ください。さあ志賀さん、今日はそばがき、はい、やっぱり波の ね、そば産地なので、もうこれから寒い時期に入るので、あったかい、ね、野菜のあんかけということで楽しみです。じゃあ早速作り方を教えてください。野菜は細く切っていきます。細く、はいはい、野菜は椎茸と玉ねぎと人参とそれから白 白菜ですね。これ全部切った野菜を鍋に入れていきます、はい、めんつゆと、これが煮える間にこっちの方の鍋で、はい、そばがきを練っていきます、はい、そば粉は最初によく水で溶いておきます、はい、そして中火で、はい、これをよく練っていきます。練っていきます、はい、火にかけながらですね。この後だんだんちょっとこう固まってくるんですか。はい、固まってきます。うん、今はねこうサラサラしてますけど、熱を加えると、熱を加えると炊いていきます。結構じゃあ根気強くここは目を離さずに、目を離してもこれが焦げついてくるんですよ。だいたい火は中火ぐらいですね。はい、だいたい 2,3 分ぐらいかき混ぜたとこですかね。ちょっと結構時間がかかって力がいるんですよ。あ、大丈夫です。こんなにまとまってくるんですね。器に盛ります。はい、スプーンでこうすくって、ここが端よりもちょっと薄い、うんうんうん、で水溶き片栗粉、はい、わー美味しそう、湯気が、あーいいですね。そしてちょっと生姜を少し加えましょうか。はい、出来上がりです。そばがきの野菜あんかけの完成です。ありがとうございます。ありがとうございます。いただきます。そばのいい香りがしますね。で、お野菜もいい感じに火が通ってて優しい味がします。またおそばをすするのとは、はい、違った感じのね、あの食感が口の中に広がって、でもほんとそばの風味と合いますね。はい、これから寒い時期を迎えます。そして11月はナビノの新そばもですね登場しますので、ぜひナビノでそば粉を買って、それでお試しください。今日はどうもありがとうございました。地産地消クッキングでは阿蘇市にある窯元から器を提供していただいています。阿蘇市一宮町中通りにある工房ゆうさんは、唐津焼を修行した窯元が阿蘇の土や阿蘇の草原にあるススキを灰にして釉薬として利用したりと、阿蘇にこだわった作品を作っています。明治初期に建てられた蔵が工房とギャラリーになっていて、自然の力強さを感じさせる作品が並んでいます。